はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今回はですね、この前あのセルフジェルネイル動画を上げたと思うんですけど、第2弾ということでやっていきたいと思います。あれから約1ヶ月ぐらい経ちまして、あのここのね、ついに I love me のハートが完全に取れましたので、そのタイミングでちょっと変えようかなということで、結構伸びてきてもいるし、あとこの右手の中指もね折れちゃったんですよ。でもしっかりと持ちました。剥がれるっていうことはなかったです。ここはちょっと爪が折れてグッて剥がれちゃったんですけど、それ以外はまあ無事だったので、いい感じに持ちは良かったかなと思います。ということで今回もやっていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで今からオフをしていきたいと思います。で、この前私上げた動画でオフするときにあのマスクとか何もせずにやっちゃってたんですけど、結構良くないみたいです、それが。で、なんかあの粉を吸ってくれる機械みたいな買った方がいいですよみたいな感じでコメントももらってたんですけど、ちょっとそれはまだゲットできていないので、とりあえずちょっとマスクをしてやっていきたいと思います。ありがとうございます、教えてくれた方々。じゃあ吸っていきます。ちなみに前回のネイルもう結構ね好評でした。なんか初めてにしてはいい感じにできたし、会う方会う方にもネイルめっちゃ可愛いみたいな感じで褒めてもらえて嬉しかったです。はい、ということである程度削れたので、このアセトンでオフをしていきたいと思います。あ、そういえば前回の動画を出した時に、このネイルキット、ライトだったりとか、どこで買ったんですかっていう質問が来てたんですけど、一応まあ前回の動画にも概要欄に追記はしておいたんですけど、URL を。今回も概要欄に書いときます。さっきのオフのマシンとか、ジェルカラーも何色かついてきたし、なんかパーツみたいなのもついてきたし、本当にもうこれさえゲットしちゃえばほぼほぼ困らないぐらいのセットがついてきたんですけど、それで7000円ぐらいだったかな。なので毎月のネイル代を考えたらだいぶコストが抑えられると思います。でもやっぱ仕上がり的に言えばもちろんサロン行くよりはだいぶ劣っちゃいますけど、でもなんかね、愛着はより強かった気がする。こうやっぱ自分でさ、何時間もかけて一からさ全部自分でやったっていうのを考えると、やっぱりこのネイルには愛着がありました。だからさっき落とす時もちょっと名残惜しかったんですけど、でもこの次のネイルもまたピンタレストでなんかいろいろ見てて可愛いなって思ったネイルを自分なりに何個か組み合わせてやろうと思ってます。何がこのアルミを巻くのめっちゃ難しいんだけど、なんかうまくいける方法ないかな。ギュッてやっぱり巻くのが難しい。てかそうだ、私この前 XC のライブ行ったんですよ。あのゲットレディーズミもあげたと思うんですけど、行ったんですけど、追加公演決まったじゃないですか、日本で。行きたすぎて新曲も出たしさ、めっちゃ行きたいんだよな。私ファンクラブは入ってないんですよね。だから一般がもしあれば応募したいなと思ってるんですけど、あるかな。私このアセトンを放置して削っていくじゃないですか、ここめっちゃ好きなんですよね。なんかうまく取れるとめっちゃ気持ちいい。ペロンって剥がれてく感じが爽快感があってすごい好き。めちゃくちゃ爪伸びた。久しぶりです、こんなに爪長いの。私ずっと短かったから新鮮。でもやっぱり1ヶ月ぐらいね放置するじゃないですか、ジェルだと。すごいやっぱ伸びてきて、パソコンは打ちづらい打ちづらい編集をねするからパソコン使うんですけど、もうキーボードが打ちづらすぎてごじりまくっちゃって、それがストレスにはなるんですよね。でプラス右手のね中指が折れちゃったから、自然とまあ短くなってるので、そこがそこに合わせて今回はちょっと短めでやっていこうと思います。形どうしようかな。なんかスクエアも可愛いんですけど、短めのスクエアにできるかな。そもそも割と最短ぐらいまで右手の中指短くなってるので、スクエアにできるのかなっていう不安はありますが、
はい、ということでこんな感じで全部オフできました。ちょっとここがね短いところなんですけど、ここを一回形整えてみてから他の爪たちをどうしようか決めていこうと思います。とりあえずちょっとこれをスクエアっぽい感じに整えてみようかなと思います。こんな感じで削りました。どうだろう、いけるかな、これスクエアではあるか、一応この中指に合わせてやっていこうと思います。一回ちょっと爪切りで短くしていきながら、もともとまあでもスクエアにはしてたのでそれを活かしつつ削って整えていきます。こんな感じで爪の形を整えられました。だいぶ短くなりました。もうやっぱすごい大変、この作業すごい大変だった。続いて甘皮をねちょっと処理していこうと思います。そういえばみんなもう秋服とかって買ったりしてますか？なんかだんだんやっぱ8月ぐらいになってくると秋服とかがね出始めると思うんですけど、私はちなみに全然買ってないです毎年結構そうなんですけど、どの季節もなんかその気温になってみないと気分があんまり乗らないというか、買ったらすぐ着たいタイプなんですよね。すごい欲しいものがあったりとかしたら買うけど、前もって秋服揃えておくみたいなことが本当に少なくて、でしかもねまだ全然暑いからその秋服の気分にもなれず、ファッション的には私は AW の方が好きではあるんですけど、全然まだまだ、なんなら夏服見てるぐらいの感じなので私はまだなんですけど、で前夏のサマートレンドの動画を出したと思うんですけど、あの動画結構好評だったのでシリーズ化してやっていきたいなとは思っているんですが、そろそろでももう作りたいなと思っているので本格的に始動しないとなとは思ってます。こんな感じで甘皮も処理できましたので、次は表面をちょっとだけ傷つけていきます。なんかやっぱ前回よりも甘皮の処理とかも上手くなってる気がする。少しずつ上達しているような気がします。はい、ということでじゃあ傷もつけられましたので、今からいよいよアートに移っていきたいと思います。あ、ちなみにエタノールをゲットしました。まずはこれで余分な油分を拭き取っていきます。ちなみに今回やっていきたいネイルはこんな感じです。今回もフレンチがあったり、あとはまあ星のパーツ、いろんなカラーが入ったねパーツを持っているので、これもやっていきたいなっていうのと、そうこれいろんなピンタレストで見つけたネイルの画像の気に入ったところを切り取って自分のこう爪に当てはめてデザインをねちょっと考えてみたんですけど、カラーもほぼほぼこれでやっていこうと思うんですが、この星の部分だけイエローの星がまあオレンジっぽいのはあるんですけど、なんかブルーの星にしても可愛いかなと思ったので、ここはちょっと反転してカラーを反転してやっていこうかなっていう風になんとなく考えています。で私前ベースジェルをね一気に全指に塗っちゃったんですけど、右も左も。それでももちろんいいとは思うんですが、硬化した後もベースジェルってやっぱちょっとベタつきが気になったので、そこになんかホコリがついちゃったりとかしたから、とりあえず今からこうやっていく指だけベースもその都度塗ろうかなと思ってます。じゃあまずは右手からやろうと思うんですけど、このフレンチのところをやろうかなと思うので、そこだけ一回ベースを塗っていきます。フレンチのそのベースのカラーの部分を塗っていきたいんですけど、前私ヌーディーベージュっていうカラーを使っていったんですけど、これがちょっとなんて言うんだろう、白っぽすぎちゃうっていうか、もうちょっとクリアな感じの透明感のあるようなカラーが欲しかったので、新しくまたゲットしたんですけど、プレジェルのヌードピンクっていうカラーをねちょっと買ってみました。こんな感じのカラーです。割と思ったよりもピンクなんですけど、多分塗ったらちょっと透明感が出ると思うんですよね。うん、
綺麗な色、すごい馴染みます。1回だとさすがにちょっとヌーディーすぎるので、2回か3回かちょっと重ねて塗ってみたいと思います。今こんな感じでとりあえず3本だけ塗ってみました。親指だけ3回ぐらい塗ったんですけど、この中指と小指は2回塗ってこんな感じです。じゃあまた前回と同様、フレンチをやるのにシールを使ってやっていこうと思うので、とりあえずこの3本の指をトップコート塗っていきます。今ねトップジェル塗り終わったんですけど、左手ももう一緒にフレンチのところは先にやっちゃおうかなと思って、左手は人差し指と薬指と小指をやっていきます。やっぱ左手やりやすい。いつも私マニキュア塗る時とかも右利きなので右手からやるようにしてて、じゃないと時間がね経つにつれてさ、やっぱ集中力なくなっていっちゃうから、やりやすい左手を先にやっちゃうと右手が本当にひどいことになるので、やりづらい方からやって集中力あるうちにってやってるんですけど、やっぱ左手やりやす利き手ってすごい。ではこちらのフレンチ用のシールを貼っていこうと思います。今回も割とフレンチを深めにやっていこうかなと思っていて、このぐらいやっちゃおうかなと思います。しっかりと貼っていきます。はい、ではシール貼れたので色をね作っていこうかなと思います。まずはブルー、これでもいいんですけどちょっとだけ暗くしたいので、これにブラックを若干混ぜていこうかなと思ってます。このぐらいかな、重いかな。じゃあまず右手の中指から塗っていきます。ちなみにこのフレンチ筆をねキャンドゥで買いました結局買っちゃった。やっぱこのシールだけだとはみ出ちゃって修正が必要になってくるので、修正するときにいいかなと思ってゲットしました。これでシール剥がしてみます。こんな感じやっぱりベチャベチャになっちゃうな、なんでだろうな。これは頑張って筆で修正していきます。こんな感じでブルー塗れたので、次赤をね作っていくんですけど、この赤がちょっと濃い赤なので、これにこの明るいちょっとピンクがかった赤なんですけど、これを混ぜていこうと思います。この赤は右手の親指と左手の中指に塗っていきます。赤もこんな感じで塗り終わりました。ちょっと今青色のねカラーが明るいかなと思ったので、暗めの色を付け足しましたこんな感じです。ということで次黄色をね塗っていきたいと思います。
そんな感じでフレンチが一応今終わりました。イエローのところとブルーのところはこれ以上のなんかアートとかはしないので、もう先にちょっとトップコート塗って硬化しちゃいたいと思います。では次ですね、あの星のところをやっていこうかなと思います。さっきも言ってたようにカラーをちょっと逆転させてベースはイエローを使っていきたいと思います。星は右手が人差し指で左手が薬指なので、そこにベースジェルを塗っていきます。そしたらイエローを塗っていきます。ちょっと薄めのイエローなんですけど、こんな感じで塗れました。ここにパーツを乗せていくので、ベースジェルを重ねてこのパーツをつけていきたいと思います。結構細かいからたくさん乗りそうな気がするんですけど、あんまり多くてもなっていう感じなんで、ちょっと一回ベースとりあえず塗ってみてっていう感じでやっていきます。何個か適当に置いてみて、後からバランス整える作戦でいこうかな。こんな感じでどうでしょう。いいよね。いい感じに乗せられたかなと思うので、もうこれで硬化しちゃいます。いけ。こんな感じで乗せてみました。じゃあ左手もやっていきたいと思います。こんな感じでどうでしょう。ちょっと多いかな、でもいいか、そのぐらいあっても。じゃあこれで硬化しちゃいます。はい、ということでこんな感じで星つけられました。かわいい。前回私ハートのパーツをつけたんですけど、それが結構大きくって、ベースジェルで前もこうやってね置いてトップコート塗ってって固定したんですけど、それだと取れちゃったんですよ、ハートのやつは。でキャンドゥで粘土ジェルっていうちょっと粘度の高い透明のジェルを買ってきて、それでつけたんですけど、そしたら割と持ちが良くなって、そっからはまあ取れることもなかったんですけど、今回このぐらいの大きさならいいかなと思ってまたベースジェルでやってみました。そうだから、もしかしたら取れちゃうかもしれないんですけど、とりあえずこれでトップジェルを塗って固めていきたいと思います。ちょっとボコボコしているので多めに塗ってこの段差を少なくしていきます。よし、ということで星のパーツも固め終わりました。次残りの爪をやっていきたいと思うんですけど、ここもベースカラーはこのフレンチと同じカラーを使っていこうと思うので、またこのヌードピンクを使ってベースをとりあえず塗っていきます。ベースのカラー塗れたんですけど、これあのなんかチークネイルみたいな感じで、ちょっと真ん中がじゅわっとオレンジっぽい感じの色になってるんですけど、またねなんかスポンジとかいろいろやり方はあると思うんですが、ちょっと私今スポンジを持っていないので、コットンで一回ちょっとやってみようかなって思ってます。コットンにオレンジっぽいカラーをつけてちょんちょんちょんってできないかなみたいな、かまあ綿棒でもいいのか、綿棒でやってみよう。一回綿棒でやってみます。カラーはイエローとオレンジをちょっと混ぜて、これを綿棒で取ってできるかな。何ですか。あ、なんとなく色ついてくるけど、めっちゃ時間かかるかも。スポンジがある方は絶対スポンジでやるのがいいと思います。
またこの上からカラー重ねたりとかしてやっていくので、本当にある程度ついたらいいかなと思うんですが、オレンジ一色でもいいかも。結構薄いからちょっと何回か硬化しながらやっていきます。はい、今こんな感じになりました。まあこの絵からね、またやっていくから、とりあえずこういう感じで大丈夫かなと。そしたらこの見本の写真だと、ここのブルーの丸がちょっと滲んでるんですよね。で、なんかいろいろ調べたところ、あのブー、なんだっけな、ブルーミングジェルみたいなやつがあるっぽいんですけど、私それ持っていなくって、でそれでやると結構もうジュワーっていい感じに滲んでくれるみたいな感じらしいんですけど、私はないのでちょっとベースジェルで代用できないんですが、まあそれっぽく少しでも近づけるためにベースジェルをとりあえず上から塗って、その上から置いていく感じでやってみようかなって思ってます。でここに前回も使ったこのドットのペンでブルーをちょっと乗せていきます。ちょっと斜めになるような感じで、にじまないかな、そんなに気持ちっていう感じでやっていきます。あ、でもちょっとにじんできたかも。時間経つとややっていう感じですね。見えるかな、こんな感じ、ややにじみました。ちょっと真ん中が大きかったな、ちょっとなんか気に食わなかったので、もう一回やり直します。あんまり思うようににじんでくれないので、もうにじみなしでドットでやっちゃおうかなと思います。普通にまあドットでも可愛いと思うので、はい、こんな感じでドットを作りました。もうこれで硬化しちゃいます。じゃあこっちの親指もやっていきます。こんな感じでドットをかけました。そしたら次、赤のフレンチのところやっていきたいんですけど、黒いドットをつけてからその上からラインストーンを貼ろうかなと思っているので、またさっきと同じドットのペンの細い方かなを使っていきたいと思います。こんな感じでやってみたんですけど、多いかなこれ。さすがに多すぎる。どうだろう。参考にした画像も結構多めではあるんですけど、いっか、こんぐらいあっても。硬化したらさ、元に戻せないからさ、どうしようかなと思って。いっか、これでやってみます。いけ！右手の親指やる前に先にラインストーンやってみてにしようかな。さすがに2本もやり直すってなったらちょっと大変だから、これでまたベースジェルを塗ってラインストーンを貼っていこうと思います。ここの整列めちゃくちゃ大変そう。我が家にはこんなにちっちゃいラインストーンがあるので、これでやっていきたいんですけど、ベースジェルを塗っていきます。なんかスイカに見えてきた。スイカの種みたいに見えてきた。この黒い点はほぼほぼ隠れるんですけど、目印的な感じで使っていきます。想像よりもラインストーンが大きかった。何のためのドットって感じになってきた。全く見えません。でも可愛いかも。なんかこれでも可愛いかも。ラインストーン全部もいいけど上だけ黒みたいな、これもありだな。ネイルって儚いですよね。こんなにさ頑張ってやってもさ、1ヶ月後には取るんですよ自分で。すでに悲しい。こんな感じです。どうしよう。後でここにもストーン乗せていくんですけど、上ない方がいいかな。でもこれもこれで可愛いな、ギラッギラで。ここら辺はシンプルにフレンチなのでこれでもいいか。
っともうこれで硬化しちゃいます。よし、いけ。やばい、達成感やばい。こっちって一体何列にしたらいいんだ。こっちは4列なんですけど、4列だと感覚がなんか違いますよね。5列マジ意味あるのかないのか果たしてわからない。ドットからやっていきます。今5列でやったんですけど、さすがに多いかな。もうちょっと上から始めよう。はい、ということでこんな感じでドットつき終わりましたので、フェイスジェル塗ってラインストーンを置いていきたいと思います。はい、ということでこんな感じになりました。ここさ多すぎだよね、さすがに。ちょっとなんかすごいことになっちゃいましたが、まあまあまあこんな感じでできたので、ラストこの指ね、この指のラインストーンをまたつけていこうと思います。これは青色が見えるように少しずらしてつけていこうかなと思います。これで硬化していきます。はい、ということでこんな感じで全部できましたので、最後仕上げトップコートを塗って固めたいと思います。はい、ということで完成しました。すごいいい感じにできました。まあ、想像とはちょっと違う感じにはなったんですけど、まあ、でもまあこれもこれで可愛くできたかなと思います。前のね動画でも私言ってましたけど、パーツをつけるのが好きじゃないっていう、そう邪魔になっちゃうから生活する上で好きじゃないとか言ってたのにもかかわらず、そんな発言をしてる人とは思えないぐらいパーツをめちゃくちゃ今回はつけました。もうすごいキラキラで可愛くてお気に入りです。まあ、なんか全部がキラキラっていうわけではなくて、まあ、普通にシンプルにフレンチのとこもあったりするので、すごいいい感じのバランスでネイルできたかなって思います。てかこのヌードピンク、これめっちゃ可愛いです。超綺麗、地爪に近いカラーなんだけど、すっごいチュルッとした感じでめっちゃおすすめ、超可愛いです。このカメラピントが本当に合いづらくて、見ていてとってももどかしいシーンだったりとか多かったかなと思うんですけど、最後まで見てくださった方ありがとうございます。本当にこれからもちょこちょこネイル変える時にまた動画も撮れたらいいかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。